ただのアイドルだ。あ、スマホ法人ぐるぐる好きでって言って。うん、そうだね。もうね。そう、多分もうこれを皆さんにお見せするのはもう最後になるな、うん。絶対最後になる。いうところのライブ見ていただいたわけで、まあトラブルトークに関してはマシロさんはない。いや、まあマシロさんのね、なんか俺の予想だとトラブルはなんかこう、うん、みんなな。はあ、みたいな、なんかこう専門的すぎてよくわかんないですみたいな、なんか出てきた。1個だけね、倒す1個だけ、そう、あの、そう、あ、そう、みんなクリック聞いてるじゃん、はい、でそのクリックを聞いてて、でそれがあのジン君と、はい、あとゲストボーカルの人はそれがあの無線で繋がってて、はい、あの、あ、そうほら、ね、動き回れるじゃん、ね、だけどあのほら俺とかさ、うん、あのユーマとかがあの何ケーブルに繋がれてるわけじゃん、それが、そのイヤホンがさケーブルに繋がれてるのを、ほら俺普段自分がやってるバンドだとさ、うん、あの無線だから、うん、あれでなんかあの何も気にせずに一回はけますとかいう時にさ、あのイヤホン取らずにそのままこうやって行って、あれであの繋がってる先のさミキサーがさ、はい、バッザーンって倒れてさ、うん、そうでなんかあの何ブツンとかって音がして、うん、あごめんなさいみたいな、死んだみたいな、そうそうそう、だからなんかすごいバンド勢が一回演奏終わったぜっつって、でなんかちょっとそこからまあ落として、そこからあのジン君のさ、ほら、うん、あのオンステージタイムがあったじゃない、あのねスーパー孤独タイム、うん、そうそうそう、うん、で、うん、あれに向かっていくっていうその時になんかこうステージ上からパターンって音がして、うん、すみませんみたいなことがね、うん、ありましたよ、うん、俺そんな多分俺その時も次俺一人なんだ、でも完全に、あ、全然気にしてなかった、うん、超寂しいタイムだったんで、うんうんうん、俺はなんかそこで一人でやっちまったってなってたから、あ、うん、あ、でその後俺ね、あの学ばないことに大阪公演でも同じことやったパターンです、それちょっとそこだけ編集したやつちょっと後でちょっと、ああ、そういうバターンバターンっつって、ね、4月14日とその後4月21日の大阪公演白上真四郎の倒したいミキサー倒し祭りてて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 てマンボナンバーファイブに合わせてずっとそこだけこうマッドダンダン3種類ぐらいあるけどね、マッドをね投稿する方向で、オッケー、分かったっていうところで、はい、そうですね、ここから、じゃあここからのじゃあトークは、じゃあ今見た、うん、なんか曲をね流しながらそれを見つつ、うん、まあ、話した方がまあ話も出るだろうということで、うん、ちょっと流しながらトークしていきたいと思います、うん、はい、メイン画面の方になんかワイプで出るらしいんです、ワイプって何、あのねちっちゃいやつ、ああなるほどなるほど、で出ます、オッケー、ということでじゃあそれを流してください、お、こういう時に様子がおかしいと思ってたってこと？もうこの時はもうなんかこう、あれなんか大丈夫？もうね、そんなことない予感このそんなことない予感でなんすけどこう、リハン、そう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 、リハンの時にさ、一回さあの手順の間違いで音が出なかったじゃん、そう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 、あのリハンの時にこう、本当はそのエネのなんかナレーションがあるんですよ、マスミさんのナレーションがあって、うんうん、私は忘れないぜみたいなことを言うんですけどそれの後にジャーンジャーンと俺が弾くっていう、うん、あのお約束をしていて、うん、私は忘れないって言って忘れてたって誰が入るのこれ、誰が入るの、俺だって言って、そうそう、はい、中止中止ってなりましたね、一回クリックだけみんなの肝が冷えた瞬間すごい確認してるんだよね、本番の時、音が出るからカッ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 よし、大丈夫ちゃんと音出るよすごいね、あのこうあの音を出る確認みたいな、すっげえかっこつけちゃったんですけど、これもうあの時ヒヤヒヤでやってたのがありましたね、なんかお姉さんと一緒ね、これ動画で見るとさ、はい、なんか実際にステージに立ってる時も人多く見えるね、なんかね、そう、なんかバーってさっきの映像でもなんか客席が映った時に、え、こんなにいたんすか、ね、こんなにいたんだって感じだった、 あとね早い、曲が早いあのね、そうだ、ね、早い早い、あの前さ、みんなであの食事会した時にこの映像見ながら食べてさ、そう、これ見た時さ、めちゃくちゃ早いなと思った、早いなと思ったなん か, だかいざ冷静になってさ、はいはい、だこのライブの前の時もそうだったんだけど、はい、なんかこうリハのためにさ、曲を練習していこうって思うじゃん、で練習しようって思って何でもない時にいきなりピッて曲流すとさ、すげえ速くてさ、こんなの弾けねえよって思うんだよね最初あ、だから、ね、朝パーって目覚めて、うん、一発目にチルレコ聞くとめちゃくちゃ速いですね、いやもう無理だ、自分で俺も自分で言いますからなんでこの曲こんな速いんだお前だ、頭おかしいぜ何が BPM210 やねん210もあるね、頭おかしい速いですからね、うん、うん、もうなるほ なるほどっていうところで、なんか今奥の方からね面白い話して、うん、神の声、神の声なんで面白い面白くなかった自分でハードル上げて話してっていうところで、まああの今回そのオネさんとかっていうところの後に、うん、まああの今日はあの
まあ、田口さんがあのいらっしゃってないんですけど、田口翔一さんともやり、うんうんうん、で結局あのあれですね、 N が出てくるゾーンでは俺がソロでやってっていうとこだったんですけど、あのあれ N N の踊りあったじゃないですか、はいはいはい、あれはどうやって作ったんですか N の踊り。 あれは MQDL とかってムクドリさんって方がいるんですけど、うん、その人がこうモデリングしてくれたやつを、うん、あの実際にこう俺がその弾くやつに合わせて一回こうダンサーさんが踊ってくださったりとかしてっていうのを、うん、あの N で再現っていうやつ、モーションキャプチャー的な、そう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 っていうやつをこうやってこう、はい、その踊った振り付けした人ってあれじゃん、